デスストランディング続きをやっていきます。今日もサブクエストの配達のお仕事で小遣い稼ぎをしようと思っています。なのでエルダーのおじいちゃんのところに睡眠導入剤をこのバイクに乗って届けたいと思います。それでは行ってきます。はーい。あ、ごめん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 、いたの？あれ、方向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 を変えてください。そうそうそう、いいですよ。ドーンで、こっちですね、こっちに行くですね。もう大きい人、大きい人いた、大きい人。これで、あー、上向いちゃった。向こうに私は行くんだな。もう川あったっけ、確か。大丈夫、あー、川ない。あーあーあー、で、こっからこっちか。ん？どっちこれ？ん？こっち？ん？どっちだ？あ、このまま、ん？このままどっち側だ？右、まっすぐ。まっすぐでいいのか。まっすぐ行って、ピュールの拠点大丈夫だっけ？ちょっと待って、ミュールの拠点大丈夫だっけ？あ、ブスした、ブスした、ブスした。ここミュールの拠点大丈夫だっけ？あ、ギリギリ大丈夫、ギリギリ大丈夫。ギリギリ大丈夫のようです。これで行って、どこまで、どこまでだ？あ、これそっか、自分のこれバイクだね。自分のバイク。自分のバイク。もうちょっと先まで行って大丈夫。自分のバイクもいつかね、いつか回収しに来ますからね。あ、ここの国道を復旧のやつをちょっとやろう。一回降りて、一回ここで降りて、降りて一回これを回収して、で、ここなんかできることない？私復旧、国道復旧でしょこれ。よし、できることがある。セラミック素材を入れる。あ、セラミックだけしか入れられないの。まあいいか。あ、決定。はい、このセラミックはあげていいセラミックだよね。よし、はーい、おいでおいでおいで。よし、ここもまだセラミックと、手じゃねえや。セラミックと、鉄。あ、これ以上行ったらまずい。これ以上行ったらまずい。あ、どっかで道を誤ってる。誤ってるから。私今、サム。サム、ここ。ここから、こっちだ。こっちだ。こっちだぞ、サム。こっちだ。山すぎくん。あーっと、いけるいけるかな。この隙間を縫っていけるかな。いけるな。よし。あー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 。なんかあえて君そういうことしてない？ねえ君、ねえサム、サムのアップ、サム、どういう感情今、やれるぞ、その状態やれるな、どういう感情どういう感情なんだろう。ちょっと待って、あ、ちょ、一回下がる、はい、で、点線をめがけて、あー、ちょっと待って、これは山だな、山すぎない？これちょっと山すぎるよね。迂回する道はあるか？ちょっと山すぎたさん。右側から行けないかな？右の方から、ちょっと行こう。
力、力ちょっといけるんじゃないかと。で回り道をしよう。どっかでこの山越えなきゃダメか。越えなくてもいけると信じてるけど、ここどっか、ちょっと待って、ここら辺はいけないかな。一回下がって、どっかで山がやる気出てきた。じゃあ今だな、やる気が出てきたんだったら、やる気が出てきたらビビも笑ってるよ。こっちからどっか山の切れ目がない、山の切れ目ない、あそこ切れ目っぽくない、あ切れ目じゃない、川かだとしたらちょっと、あ外れすぎてんな。戻ろう。どっか行けないかな。雨降ってきちゃったな。さて、あ、だ、降りちゃった。降りない。降りないよ。これ登れるかな。いや、登れないよね、さすがにね。登れるかな、もしかしたら。登れるところがあるかな。あー、いけるかもね。いけるかもよ。いけるかもしれないよ。あ、いけるかもしれないよ。頑張れ、サム。どうなったんだ。おー、いけた。すごい。いけたけど、ここどこ？いけたけど、ここどこ？ちょ、何本も引きすぎだから、一回消す。これ、こっからここ。あとちょっとなんだよな。こっちか。いけんじゃない？ねえねえ。あー、ちょっと待って。ここどこ？大丈夫？あ、大丈夫だった。あ、いけそう。いけそう？大丈夫？あ、いけそう。おー、すごい、いけた。このバイクすごいな。どこでも行けちゃうだな。よし、じいちゃん、持ってきたぞ。これを、背中には積めないから、フローターを、積み下ろし。で、フローターを、地面に置いて、で、このストライクの人たち、あ、金属は別にいいのか、乗せてて、金属はいらない。で、これを、フロータに乗せる。これで以上だね。 OK。 じいちゃん眠れないんだって。あ、フロータつなぐ。さあ行くぞ。よし、眠れないんだって。大丈夫かい。あーと、リペアスプレーであれしないとな。これでこう持って、背後に向けてシュー。あ、なくなっちゃった。なくなっちゃったから、もう一回これで、こっちの、これに向かって、噴射。回復してる？使い切っちゃうか。よし、使い切った。もう使い切ったけど、これで少しは回復したはず。
納品、納品。これを、納品。すごい量だよ。だい、あんま飲みすぎんなよ、じいちゃん。マジで。と肥料回復飲料とかさ、もう届けてるけど、大丈夫？強力睡眠導入剤だよ、だって。一生寝ちゃうみたいな。大丈夫、じいちゃん。誰？荷物の状態はどうかな？怖い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 。おお、すごいじゃないか。途中やられたけどね。すごいを2回言った。それよりさ、ちょっとさ、強力睡眠導入剤はちょっと、劣化劣化劣化してるけど、だいたい 20% 以内、20% 以内に抑え、21% があったけど、だいたい大丈夫じゃない？A か。まあ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 。この飲料ね。飲み物ね。イエスイエスイエス。また会おう。大丈夫？ちょっと飲みすぎないで、本当に。お疲れ様でした。新しい依頼があります。本当にマジで。リサイクルさせてください。リペアスプレーをリサイクル。違う。複数選べるから、複数選べます。これを。これもリサイクル。オッケーです。はい。これでまたついでがあれば、もう今全部受注したものは全部終わったかな？じいちゃんマジで心配だわ。ありがとうございます。はい。これ誰がこれを作ろうって思ってやったんだろう、このホログラムというか。ついでがあればですよ。エンジニア、エンジニア。すごいあんな。これ両方ともエンジニア？なにこれ？うわ、ミュールに奪われたやつか。また薬取られた。また薬かい？ちょっと。よし。じいちゃん元気でな。人の自由を束縛する。そういうものだ。でも実際は、君の配送のおかげで生きていける。私は何の代償もなしに自由を要求していた。君たちの血の滲む努力に目をつぶっていたんだ。私が君たちの UCA に加盟すれば、私もみんなの役に立つ。それだけじゃない。私が蓄えた記憶や知識もみんなの財産になるんだろう。そうだよ。これまでの私の人生が皆の役に立つ。人は一人では生きていけないんだ。この年になってようやくそのことを受け入れられた。ありがとう。でも気づいた、じいちゃんは偉いよ。君たちブリッジズのおかげだよ。今まではすごい。私も UCA に加盟させてくれないか。すごい、やった。もう加盟してくれたよ。じいちゃん、D ちゃん。D ちゃんが加盟してくれた。これで知識を豊富に。多分この人はきっと、これまで結構偏屈じじいみたいな感じになってたんだろうな。な、ビビ。もう加盟してくれた。嬉しいよ、な、ビビ。嬉しいな、じいちゃん。でもじいちゃん長生きしてくんないと困るぜ。おお、やったー。やったね。あ、ここでも武器が作れるようになった。ダミー荷物。エルダーの過去。つながったのか？ UCA の一員か？んだよ、そうだよ、じいちゃん。いいものだな。ありがとう。何か変わった？感謝するよ。え、死ぬなよ。絶対だよ。絶対また会うんだよ。死ぬなよ、じいちゃん。死ぬやよ、じいちゃん。ぬか漬け、ぬか漬けのやつだって。一回レイクノットシティには戻るから、レイクノットシティには戻るから、ぬか漬け、これと、
これと、何これ、デスストランディング初期の様子を描いたポルターだって。もう。で、あー。年代のゲーム機。クラフトマン、とりあえず、ヴィンテージ壊れ物。エンジニア、エンジニア。エンジニア、エンジニアか。受けましょう。いいかな。エンジニアのところにじゃあ帰りに寄ると。背負って。オッケー、あ、違う、積み直す。積み直しても変わらんやないか。オッケー。はい。出動します。出勤します。ご提供いただきありがとうございました。で、フローター、あ、金属あんのか。金属。そう。フローターを、フローターを離す。離して、離して、このフローターを畳むにはどうすればいいんだろうね。これをさ、あ、持った。フローターを持つしかないの。持つ以外に、一回広げたらもうダメみたいな。フローターを、あ、投げちゃった。フローターを置いて、じゃあな、このフローターを積みたいんだよ。フローター自体を、どうすればフローターを積み直せるんだ。フローターをつなぐしかできないの。うん、いいね。こうしたまんま乗車すればいいか。このまま乗車できたの今。フローターは、フローターも、あ、フローターあそこにあんのか。はいはいはい。ということは、エンジニアのとこ行けばいいんだな。エンジニアのとこ。つまりは国道をずっと通って、まず国道に出ないかん。国道に出ないかん。国道に出なくてもこのまま行けんじゃない？この山、どんな山？この山行け、いや、行けないな。これはいけないな。この山はいけない。この山はいけないので、私のところから、とりあえず、国道の、ところ、ここら辺まで、ここら辺まで行きますか。ここら辺まで。方向さえ分かれば、こっちのもんですよ。ドン。あれ、なんか落ちた？ちょっと待って、落ちた、落ちた。なんか落ちた。ちょっと、私落としました、荷物を。まずいまずい。荷物。違う。荷物。ああ、フローター。ちょっと、サムさん。サムさん、頼みますよ。サムさん、マジで。ぶつかったじゃないですか、今。危ない危ない。どこ行くんですか、どこ行くんですか。どこ行くんですか、どこ行くんですか。どこ行くんですか、どこ行くんですか。何？大丈夫？ちょっと、ゆっくり歩こう。ゆっくり歩いて、乗車。まったく。で、どこだい？電線は。電線こっちか。またわざわざこんなところを通らんでも。あれ、電線がもうないぞ。おい、
電車がないぞ。待ってるからよしとするか。こっち側の方が道が良さそうだ。良さそうか、あ、良さそうか。あ、こっちから来たね。でも確かね。あ、道ができてる、道ができている、いない、いない。あ、ここ川、川、ちょっと待って、ここ川です、川です。まずいまずいまずい。え、ちょっと待って、え、これはまずい、まずいまずいまずい。あ、落ちちゃったね、落ちちゃった、落ちちゃった。ちょっと待って、これはどうなる、どうなる、このままどうなる、このまま流されていくという手もある。流されていく、ちょっと踏ん張りながら。違うな、これ大丈夫かな、大丈夫かな。ちょっとこっちに上がれない、岸に、岸に上がれた、岸に、あ、上がれた、よかった、岸に上がれた、上がれたけど、上がれたんだけど、方向はどうなんだい、方向はどうなんだい、これ方向的に君の。あ、まずい、これまずい、まずい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 。ストップ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 、サムストップ、サムストップ。この橋はどこに繋がってる、この橋は。まずいな、ミュールのとこだな、これ。この橋渡らない方がいいのかな、わかんねえな。ちょっと待って、こっちって行ける、こっち行けるか。ちょっとこれは、ここを、こ、飛び越えろ、飛び越えれない、飛び越えれない。そっち行くか、そっち行くか、そっち、ちっちっち、よしよし、飛び越えれた、なんとか飛び越えれた。そして、あ、抜けたね、抜けたね。このまままっすぐ、このままこっちにまっすぐ行こう。で、こっちのいい道を、いい道を通って、ここ大丈夫だよね。ちょっとミュール怖えんだ、ミュール。ミュール嫌なんだわ。ここら辺からなら大丈夫。あー、点線があった、点線見つけた、点線見っけ。もう石にぶつかるのなんとかせいや。私なんですけどね、操作してるのはね。もう乗り越えていこう、乗り越えて。あーあーあああ、どこ行くん、どこ行くん、どこ行くん、自分どこ行くん、どこ行くん、どこ。あえて、あえてそっち行ってない？大丈夫？ここまだ国道のやつやってないね。ここ、危ない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 んだった、危ないんだった。危ない危ない、すごい危ないな。なんか私ができること、できること、復旧のために、あ、金属あげます、金属あげます。これで OK、 よし、金属をこれで、これはあれ、ミュールから奪った金属をここで、よし、少し軽くなりました私で。あ、危ない危ない。手で持って、手で持って乗車、手で持って乗車。よし、スンってなるよね一回ね。さあ、あ、バイクの充電があんまりない。待ってよ、間違えた。叫んでしまいました。叫んでしまいました。で、ブーンと行って、ブーンと行って。ここか。しばらく国道を行くって感じだね。よし、国道に入った。ん？これ国道か？あ、こっちか？国道どこ？国道、国道どこ？国道これか、これか、これか。じゃあ、マサルコのバイクを、
もう充電がないから一回降ります。歩くか。でこれを、いや歩かなくても、このマサル子のバイクはどんな、え、乗車できん、なんで、え、乗車できないの、もう、あー、特急に当たりすぎて錆びまくっちゃったのか、そういうこともあるのか。そうでしたか、ごめんよ、私のバイク破棄しないと、でも迷惑かかっちゃうか、逆に。もあー、なんか充電したいな、充電が、あーあーあーあああ、ここ充電できる、違う、あ、充電できる、あ、ありがたい、ありがたい。これはいいねします、いいねします。充電終わり、充電終わり、今いいねしましたね、充電終わりって。よし、いいぞ、充電もできたし。ミュールの拠点来た、これもしかして。あ、ミュールの拠点に来てる。まあめっちゃ早く進めば、まあ大丈夫でしょう。これをしつつ、これをしとけば大丈夫みたいなとこあるよ。マーカーを、マーカーを打っとけば大丈夫みたいなとこあるからね、見つからない。あ、雨降ってきた、うわ雨降ってきた、そう雨降ってきたな。で、ちょっと一旦ここで地図を見て、エルダンチじゃない、エンジニアンチここか、エンジニアンチここだから2個目の国道のあたりで、2個目の国道のあたりだな。あんまり行くとミュールの拠点に入っちゃうんだよね、近くまで行くと。ここら辺から、ここらかな、ここら辺で、そうだね、ここら辺で、あの先でもいいか、あの先、先まで行くか、いや、ここら辺からもう行っちゃうか、こっちに。ほんと行けるんでしょう、行けるでしょう。ここら辺は道が、山がどんな具合かにもよるけど、あーっと、あ、怪しいな、ここら辺。あーっと、無理だな。あ、そういうことか、そういうこと、あの橋を渡らな、無理。あれの橋を渡、でもあそこミュールの拠点だろ？ここの橋を渡ってすぐこっち。悩みますね。悩みますね。悩みますが、悩みますが、あの橋を越えるか。ああ。ほこ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 うこほこうこ、マジでほこうこ。ここは登れるでしょ。危ない。マーカーを打ちながら渡れば行けるのでは。ないで、あ、もうあるもんね、荷物感知のやつがね。ここら辺からこっち行ける、この先は、あー、いるな、ミュールたちがいるな、あそこミュールだもんね。ここからちょっと、あ、ギリ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 か、落ち込む、で、あそこだもんね、あそこか、
あ、もう近いじゃん。あ、バイク、ここにも誰かが。あ、もうここだったか。よかった、よかった。よしよし。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロック。あ、置いてっちゃった。依頼された荷物を確認。よしよし。危ない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 。すぐそこなのに、もうそこでやったらもう恥ずかしい。納品。よし、Sランク。パワースケルトンレベル2、スモークグレネードレベル2。おお。強くなったということですか？ワインは劣化してたのか。なんでだろう。なんかあったっけ？こけたからか。そうだ、一回落としたわ。出発して直後に。ありがとう。また会おう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送タブ。ついでがあればですよ。ついでがあれば。あ、これ取り返せか。あの、あっちに行くの。そう、そっちに行くの。ノットシティに行くから、ノットシティ、ノットシティ、これだけか。 OK。特にはよろしいです。これでどう？102キロ荷物の最適化をして、これで行きましょう。依頼が受注されました。よし、バイクはどこですか？私のバイク。私のバイクはそこ。ねえ。持ったまま。持って、持って。乗車。はいよ。いいんだよ。いる？あ、いた、いた、いた。ありがとう、ありがとう。こちらこそありがとう、エンジニア。よし。バイバイ。で、あー、ミュールのとこ通っていくけど、バイクだから大丈夫でしょう。ね。バイクなんだったら、バイクなんだったら大丈夫なんで。あ、間違えました、間違えました。ごめんなさい、ごめんなさい。それはごめんなさい。あら、あ、雨降ってくる？雨降ってくる？よし、ここは行ける。雨降ってきたな。雨降ってきた。雨降ってきた。よし。で、このまま、このままとにかく、とにかく急ぐ。とにかく急げば、ミュール、あー、あ、感じた。あー、ごめん、引かないようにしないと。引かないように、人を引かないように。頑張ってください。結構ミュールの拠点さ、レイクノットシティから近くない？思ったのだが。まあいいか。でも大丈夫なのか。一応配達っていうか、配達物を背負ってる人にしか興味はないんだよね、あの人たちは。配達依存症っていうなんか病気というか、配達依存症だから。はい、あ、いたいた。ありがとう、ありがとう、ありがとう。頑張ってください。す
すごいね、サンもなんかもう自然とありがとうが出るようになったじゃないか。あ、迎えに来てくれた。で、はい、降ります。よし。で、はい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 。納品。いろいろぬか漬けを持ってきたよ。手作りのぬか漬け。すごいな、アメリカだよね、ここ。ぬか漬け、うまいけど、うまい、大好きぬか漬けね。ぬか漬け、手作りぬか漬け、誰の手作りだろうね。ヤン様、ようこそ。はい。ぬか漬け持ってきた。ちょっと臭い、臭かった。荷物の量は想定以上です。ありがとう、サム。ちょっとに、ぬか漬けが匂いました。ぬか漬けが匂いましたけども。おー、劣化はしないよ、そりゃな。やっぱミュール地帯はバイク移動だな。そしてあそこの先の国道も復旧させたいな。よし、よしよしよし。年代物の書物。いいですね。どうですか？数量、速度は増えないか。あ、でもなんかすごい新しい名前になった。トランスポーター級グレード2、スキルドポラントランスポーターにアップ。不屈の精神で配送してください。はい。数量のグレードが30以上。サムが耐えられる荷物の重量アップ。これが一番嬉しい。それは嬉しい。では、またお願いします。はい。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末。ちょっといろいろリサイクルするものとかなかったっけ？グレネード。カスタムグレ。はしご。ハンドガン。血液グレネード。劣化してんな。チャージ式アンドワン。これ全然使ってないな、結局。使えずに終わってる。違う。フローターを私背中に積みたいんだが、積めないんだよな。ちょっと一旦見てみます。そろそろあれだな、ママのとこに行かないと怒られそうだな。そろそろママのところに行くか。ママのとこに行くんだったら、55キロ。いや、やめとこう。やめといて、一旦じゃあ、ちょっとプライベートルームで休みましょう。いろいろ。BB もね、疲れたと思うんでね。はい、プライベートルーム。あ、間違えました。久しぶりに寝るよね、サム。ちゃんとバイクをしまって一回寝る。じゃあ今度こそママに会いに行こう。サム、まだいっぱい配達。これ本当にね、すごい次から次にね、いろいろしたくなっちゃうの。国道もさ、もうちょっと復旧にさ、のやつさ、金属とかセラミックとか集めてあげたいし、いろいろしたくなっちゃうから、まあ動画外でやりますよ、それはね。で、ストーリーを進めないとね、いかんからね。はーい。あ、クラフトマンから、あ、なんかエンジニアから、いろいろ、メールだけは読むか。メールはね。メールを読んで。メールを読んで、じゃあ、エルダーから。エルダー、あのね、睡眠導入剤を、超強力な睡眠導入剤をいっぱい配達したんだよ。かつてのフラジャイルエクスプレス。デスストランディングが起きて、アメリカは大混乱に陥った。大陸は大消滅のおかげでクレーターだらけで、国や州の援助もままならず、人々は自力で生き延びるしかなかった。
その時、各地に残っていた民間の輸送業者が自主的に支援物資を運んでくれた。金や見返りを要求するような連中はいなかった。国が崩壊して金なんか紙くずと同じになってしまったからな。助けてもらった人々は感謝の気持ちを伝えることしかできなかった。彼らを配達依存症とか揶揄する者もいるが、そうじゃない。国や都市が分断されようと、その点と点をつなぐことで人は生きていける。そう思って彼らは配達を続けたんだよ。都市の住人だけではない、我々のようなシェルターに避難した人間にも手を差し伸べてくれた。フラジャイルエキスプレスもそんな配送業者の一つだった。国がなくてもつながりさえあれば人は生きていける。だから私は UCA に加盟する気にはなれないんだ。すまないな。まだ？そうか、エルダのじいちゃんは加盟はしてないのか。カイラル通信は繋いだけどね。そうかそうか。クラフトマン。またまたポーターがやったぞ。サム、あのポーターがまたやってくれた。俺が前に住んでいたシェルター覚えているだろう？そうだ、あの廃墟にあるやつだ。まだあそこに置きっぱなしだった忘れ物をポーターが回収してくれたんだ。愛用していた古い作業着だ。いや、俺が頼んだんじゃない。うっかり口走ってしまったんだ。あれがあったらなーって。そしたら取ってきてやるって言ってくれた。もちろん止めだよ。なくても困らないし、お前はサムとは違うんだってね。でも、あいつは言った。そして無事に回収してきた。実はあいつは仲間のポーターとチームを組んで出かけたらしい。BT を阻止するもの、回収するものと分担して、ドゥームズじゃなくても集まればサムみたいに活躍できる。それをあいつらは証明したんだ。すごいと思わないか？それもこれもあんたがいてくれたおかげだ。おー、すごい。他のポーターの人たちもすごい一生懸命やってくれてるんだよね。あの、途中たまに出会う人たちね。ビーチを解明するヒント？エンジニアの人だ。サムエボデボユニットの実験結果はブリッジズに報告しているよ。カイラル通信の特性を活用した装置だが、私にはその原理が理解できない。もっともそんな人間はほとんどいないらしいが、しかし、進化発生生物学の考えを、物体に応用するとは天才的な発想だ。そう思わないかい？過去に戻ることは不可能だが、今ここにある過去の断片からその履歴を追いかけ、物体の全体像を再現する。それは人間の脳内にある過去の風景を、記憶を頼りに一枚の絵として再現することに似ている。ビーチが人間の個体の精神に属していることと、人間の思い返すという能力、この共通点にビーチを解明するヒントがあるような気がするんだが、これは私のような門外観には手に余るな。門外観でいいのかな。むしろ君のようなドゥームスにこそそれ理解できることなのかもしれない。難しいけどね、言ってることは難しい。ただその過去の断片から履歴を追いかけて物体の 全体像を再現するっていうのは、今だってあるもんね。だって恐竜ってもしかしたらあんなに大きくなかったかもしれないとかさ、いろいろ言われてるけど、あの物体は過去のいろんな断片をつなげてって、今のその恐竜、こういうのが昔はいたんじゃないかってなってるもんね。そういうことですよね。はい。クラフトマンからいいねもらった。では、はい、ありがとうございます。ウィンクいただきました。で、次回はママに会いに行きたいと思います。でも、サブクエもいっぱいあるので、サブクエをやるかもしれないけど、ママに会いに行って動画外でサブクエをやるのが一番ベストだと思っています。そうしないと見ている人たちが退屈してしまって、なんだよってなってしまうってことは良くないからです。配信者としてそれは良くないと思うからです。では、サム・ポーター・ブリッジズさんによる、ビールの一気飲みをご覧に入れて、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。バイバイ。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、
コントローラーを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで。